はい、皆様こんにちは。本日はですね、こちら DJI Osmo Action 4ですね、こちらについてですね、ちょっとお話をしていきたいと思います。でですね、この夜間撮影というところと日中の撮影というところで万能に使えるであろうという設定をですね、皆様にお伝えしたいなという内容になっております。はい、というところでですね、本編に移る前に一つなんですけど、あのですね、急に寒くなってきましたね。で、室内でもこのようにですね、長袖を着ておりまして、まあちょっといつもと感じが違うかもしれないんですが、まあその前にですね、あれですね、コロナワクチンの方打ってまいりまして、そちらの方でですね、ちょっとまあ1日2日頭痛がひどくてですね、まあそれ以外体調悪くはなかったんですけど、しっかりとですね休みました。そしてまあ気がついたらというかですね、体調が良くなってきたら急に寒くなるような感じで、まあなんかこの2期、今まではこう四季って言われたのが2期しかないみたいな感じになっちゃっておりまして、夏から急に冬に変わっちゃったような感じですね。まあちょっと雑談みたいな感じになりましたが、まあこう寒いので皆さんもですね、お体気をつけてくださいというところで本編に移りたいと思います。でですね、こちら DJI Osmo Action 4なんですけど、やはりこのポケット3が出て、ちょこっとですね、こう影薄くなっちゃっておりますけど、まあアクションカム、前としたアクションカムとしては DJI さんのやっぱりフラグシップというか一番いいモデルですね。そしてセンサーサイズも 1.3 分の1インチと、まあこう取り立てて小さいわけではなく大きめのセンサーを積んでいて、暗所にもそこそこに強いわけです。そして明るいところではもちろん綺麗だし、まあちょっとですね、この既存のトラブルというのが結構ですね、効くというところで水平維持がですね、うまくできないというトラブルがあって、そこはですね、このメーカーさんに問い合わせて解決したんですが、じゃあこのですね、アクションカムをもっと便利に使いましょうという設定をですね、まあ見つけてというか、私もコメントをいただきまして、あ、これでできるんだっていうのが分かった設定がございます。その設定をですね、使うことによってさらにですね、快適に使うことができますので、そちらをですね、皆さんにお伝えしたいなというのが本日の内容になっております。はい、ではですね、その設定のお話をさせていただこうと思います。これですね、ミラーレスカメラ等ではこの機能を積んでいるカメラってたくさん私見てきたんですけど、まあこのアクションカムでですね、これができるんだという機種をですね、まあ初めて知りました。もし他にあったら申し訳ないんですが、私はですね、この機能が積んでいるアクションカムというのが初めてでございまして、その機能を使うことによってですね、今までよりも便利にですね、収録に使うことができるわけなんですね。はい、そちらの機能なんですけど、まあこちらになります。まずスマートフォンのアプリケーションで見るとわかりやすくて、このですね、シャッターマックスという項目ですね、これがですね、まあ本体からも設定ができるんです。で、これがどういう設定かというお話をしたいんですが、ミラーレスカメラ等の動画の設定、まあ写真もなんですけど、シャッター値のですね、低速限界、要はなんですけど、このシャッター以下の遅さにはしないでくれという設定があるんですね。それをですね、このアクションカム、まあこのアクション4なんですけど、設定ができるんですよ。で、その設定ができることによって、まあ明るいところでは当然シャッター速度って速くなっちゃう。ですが、この暗いところではですね、やはりスローシャッターといって、すごく遅いシャッターを採用することによって、こう光を集めるっていうのがですね、やっぱ明るく綺麗に撮る。綺麗にというとちょっと微妙か、明るく撮るための手段だったんですが、それがですね、シャッター速度の下限値が決められるんですね。要はその下限値を決めておくことによって、それ以下の速度にならない。ということで、ブレにくい映像をですね、撮影しやすいって設定なんですね。で、私がですね、以前のアクション3ぐらいまでですね、おすすめしていた設定というのが、ISO がですね、オートで100から12800の設定ですね。まあ自動で決めてくれる。そしてシャッター速度では200分の1秒にしておくとブレにくいですよっていうですね、設定をおすすめしておりました。これですね、結構やっぱりそのセンサーサイズっていうのもこちらより小さかったし、まああとはですね、そのにじみにくい映像というところで世代的にちょこっと古いというところがあって、それぐらいシャッター速度を速くしていないとブレっていうのはやっぱり目立ってしまっていたんですね。で、このアクション4になると、やはりセンサーサイズが大きくなったことにより光を集める能力が高くなった。でも、ISO感度ってのは12800まであって、まあ光を集めるのがうまいという言葉なんですけど、そのブレにくい映像も撮影しやすくなってるんですね。そして、その光を集めやすい設定というので、フレームレートを下げるっていうのもあって、まあこの辺はですね、その1回の露光の時間を伸ばすことができるわけですね。まあ60フレームだったら1秒間に60コマ。っていうのに対して30コマになれば、まあ、倍ぐらいのですね、光を吸収というか、受け取ることができるわけなんです。というところで、この設定をですね、本体内で設定できて、それを採用することによって、低照度時、要は暗くてもですね、ブレにくい映像というのをですね、収録しやすい設定っていうのをですね、まあ、見つけたというか、いろいろ試してみて、これが良さそうだなというのがありまして、本日ですね、この動画でお伝えして、どのような効果があるかっていうのをですね、この後見ていただきたいと思うんですね。で、まずなんですけど、その推奨設定の
まあ、動画の方ですね、どういう風に変わるかというのを低照度映像最適化自動とこう比較してですね撮ってきましたので、まずそちらを見てみてください。はい、ということでちょっと検証させていただこうと思います。こちらがですね、まあ、私の推奨設定を使った上、新たな推奨設定ですねでの 4K30 フレームホライゾンバランシングの映像になっております。これですね、手放しで日中もこの設定で使えるし、かなりいいんじゃないのかなという印象があるんですよ。明るさもまあそこそこ、このような感じですね。で、まあ、こう自撮りとかしたりしても、はい、これぐらいの明るさはしっかり確保できる。で、このように夜間であってもそこそこの明るさがですね、こういうのに確保できていればなんですけど、結構綺麗ににじみも抑えて撮影できてるんじゃないかなと思いますね。で、普通に歩いてるとこの感じで、はい、自撮りをちょっとしてみますと、はい、このような感じというところで別に困らないんじゃないかなと思います。いかがでしょうかね。で、ですね、まあ、もちろん低照度時映像最適化ってモードがあるので、それもオンにしてみたいと思います。はい、こちらがですね、低照度映像最適化というモードがオンになった状態ですね。これもですね、このようにかなりしっかりと綺麗に撮れるかなと思います。はい、ただですね、このロックステディだけになって水平維持等が一切使えなくなるというところで、まあ、こう傾けるとそのままになっちゃうわけですね。それがまあどうかなというところで、自撮りをしてみますと、はい、このような感じですね。まあ、明るさ、にじみだとかそういうバランスで見るとなんですけど、このモードってのはとてもいいんですが、じゃあですね、そのいろんな制約がありますよっていう前提で使わなきゃいけないというところで、それがどうなのかというところですね。なんか、ですね、その使い道として通常の撮影で、ちょっと工夫をするだけ、今回のですね、その推奨の設定を使っていただくことによって、まあ、ちょっとまたその設定に戻しますが、はい、4K30 フレームであればそこまでの変わりないんじゃないかなと思うわけです。このような感じ、こんな感じですね。はい、というところでこの設定がお役に立てば嬉しいなと思います。このですね、 DJI オズモポケット3が登場して、まあ、当然使い心地としては圧倒的にいいと思うんですけど、アクションカムらしいアクションカムとしての使い道というところで結構懐疑的というかですね、私もそれがどうなのだろうって思ってるところはあるわけなんですよ。となった時に、そのアクションカムらしいアクションカムってやっぱりこのアクション4なんですよ今。このあたりでですね、使い方に差ができてるっていうのはですね、差をつけられる、その選択ができるってとてもいいことだと思うので、こういう使い方があるっていうのを一つですね、皆さんにも覚えておいていただいて使っていただけるととっても嬉しく思います。はい、動画の方ですね、見ていただきありがとうございます。このようにですね、まあ結構綺麗に撮れてるんじゃないかな、というかこの電子手ブレ補正のアクションカムとしては、まあ相当に高いレベルで綺麗に撮れてると思うんですよ。で、早速なんですけど、その設定に移りたいと思うんですが、まずはなんですけど、こちらですね、このシャッター速度等を設定できるボタンをポチッと押して、このプロモードにします。そしてこの露出ですね、露出をポチッと押すことによって、最初はこのプロモードだとこちらに ISO 感度の設定と、この EV 値、要は露出のプラスマイナスの設定ができるっていう項目があると思うんですが、これですね、このとっても小さいところなんですけど、ここちょっと矢印みたいな感じで出しておこうと思うんですが、 S って書いてあるところありますよね。これをですね、ピンポイントで押すことによって、はい、このようにですね、シャッター速度のですね、範囲が決められるんです。で、私はですね、この100分の1秒から8000分の1秒の範囲にしてるんです。ということはですけど、まあ、暗くてシャッター速度が落ちていってもなんですけど、この100分の1秒以下のシャッター速度にならないんですね。で、まあ、これが30フレームであっても60フレームであっても結構ですね、手ブレって抑えてくれるんですよ。明るいところだったらこれを200分の1秒とかにしてもいいし、ただ私は切り忘れっていうのはちょっと怖いので、100分の1秒に固定してしまって、できるだけ ISO 感度を上げすぎないで、シャッター速度の方もできるだけですね、早く切れるような感じのイメージでこのような設定にしております。そうすることによってですね、その低照度映像最適化と同じぐらいのですね、感じで、まあ、4K30 フレームの、ホライゾンバランシングが使用できるというところで、とっても便利にですね、収録できるっていう設定になっております。まあ、実はですね、このアクション4の映像というところで、しばらく前からこの設定って試しておりまして、結構使っているんですね。で、前回のですね、4機種5機種かな、まあ、iPhone と ZV-1M2 とポケット3とアクション4とパワーショット V10 ですね、これらを比較した映像の時にもこの設定というのは実は有効でございまして使っており
りまして、その少し前から使ってます。で、結構ですね、この暗所でもしっかりと撮れてるなって印象を持たれた方多いと思うんですね。この物理ジンバルがついている、やはりですね、このポケット3、こちらは当然ですね、その暗所の撮影を含めて映像ってところはとっても綺麗に撮れるんですよ。ただその大きなデメリットとして、割と作りが虚弱というところでですね、ポケットにこのままズボッと突っ込んでですね、また使おうってなったりしたらなんですけど、まあこの過度なですね、ストレスがかかって、もしかしたらバキッと折れちゃったりとか、曲がっちゃいけない方向に曲がったりとかっていうことも考えられるわけなんですね。そういうことをですね、いろいろ考えていくと、やっぱりですね、このアクションカム前としたアクションカムってまだまだとっても大切だと思っておりまして、そこでその色味を整えたりだとか、まあ総合性能的になんですけど、私はこのオズモアクション4っていうのはとてもですね、高い水準にいると思うわけなんですね。で、まあ似たようなところで、この GoPro Hero 12とかってもあったりとかするんですけど、その辺でその色味とかですね、というところに統一感を持たせたりとか、あとは操作感だとか設定だとか、それこそバッテリーの持ち、動作の安定性っていうのを考えるとですね、まあ私はですね、このアクション4の方がまあ気に入っておりまして、セットとして使っていくのはこの2機種か、もしくは Go3 をとても気軽に使うかっていうパターンのいずれかかなと思っております。もうあの360度カメラ、まあ以前申し上げましたけど、360度カメラとアクションカムっていうのは似てるような感じであっても、用途がそもそも映像表現として違いますよね。で、このジンバル付きってなった段階で、まあミラーレスやコンデジとこのアクションカムの間の位置、まあもしくはですね、このコンデジぐらいまではもう食ってしまってるかなみたいな立ち位置のカメラだと思うんです、ポケット3というのは。に対してやっぱりミラーレスカメラっていうのはまだまだですね、その映像の深みだとかっていうところが、まあやっぱりこうセンサーサイズだとか処理に余裕があるっていうところで優位性はあると思うんですが、じゃあそのアクションカムっていうところもどこまでいけるのかなというところで、この設定の広さがですね、とても高くなってるっていうのですね、一つの付加価値であることは間違いないんです。というのをですね、使いこなしてみてはいかがでしょうかというですね、お話を本日させていただきましたというところで、この正式な名前はわからないんですけど、シャッター速度低速限界値の設定ですねっていうのができるというのをですね、本日はお伝えさせていただきました。ということでですね、本日の動画というのはこちらで終了させていただこうと思います。このアクション4ですね、またガン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 アクションカムとして使っていただけると嬉しく思います。では最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。パッと。